どうも、Z ちゃんです。今回は7の2を見ていくんですけど、気になりすぎてですね、続けてここまで見ております。前回もね、12位まで呼ばれて、あと3人、誰が呼ばれるのか、見ていきたいと思います。3位。お、マナト君、ここで呼ばれるんだ。いや、すべてのレベルが高い方ですよ、ほんと。そういう時に起きがちです。なるほど。逆に言うと、それが逆にね、知られてるからここまでいけるよっていうレベルを知られてるからね、難しいね。2人、おー、小沢の直樹くん、いや、よかったもんね、自分を出してたから。門沢玲子、おー、玲子くん呼ばれた。ありがとう。うん、多分音楽を共有してしまったかなと思います。君はダンスの練習しかしていないので、うん、すごい。アーティストになるっていう夢が平川さんに、うん、って言われたので、そうね、頑張って。顔に出ちゃいそうやけど。あー、決まったね。めっちゃ疲れたよ、びっくりした。全員が感動したんだよね。スタッフ全員がその姿に感動してしまった。ただすごい頑張っているから感動したから入れてあげようよっていうことをやるわけには俺たちはいかないから、しっかりと冷静に判断して、じゃあダンスのスキルとか歌のスキルとかが今現段階でみんなより上回ってるかっていうと、やっぱそこまでは届かなかった。2日で届くものではやっぱりなかったっていうのがただのそれだけだから、どうやったらあともう何人か連れて行きますか、どうやったらもう何人か連れて行きますかって、何回言ったか分かんないし、30人全員感謝したい。それを言えるのがね、音楽は好きなので諦めるつもりなんで、これからも頑張ってしたいなって。また会えるよ、海流くん。悔しいです。技術を見せるために音楽がある。ああ、なるほど。どうしても多かったなと思います。決してだからダメだって言ってしまったとか、残念なところでした。なるほど、難しい。歌を聴いて感動するときって技術だけで感動することってないですからね。確かに。その技術を使って感情を手に、山中湖、山中湖、近い。はい、7の2見終わりました。15人までね、呼ばれましたね。いや、13位、14位、15位、マナトくん、ナオキくん、レイコウくん。いやー、レイコウくん頑張ったからね、本当に。この15人は、いや、本当、前回何基準で見てるのかなって思ってたんですけど、あの最後のスカイハイさんのコメントに、あの音楽ファーストだったと、音楽を心から楽しんでる人たちが選ばれてるんだなと、で音楽に生きてる人たちが選ばれてるんだなっていうのに改めて気づきましたね。ちょっと印象的だったのが、あの選ばれなかった子たちにもスカイハイさんがコメントを言いに行くところ、もう一人一人に名前を呼んで、一人一人にアドバイスとか、ここが良かったよとかっていう声をかけてて、いや、これはあの普通のオーディションではやらないことだろうなと。あの、まあ、私も1個しかオーディション受けたことないんであまり分かんないんですけど、あの基本このザ・ファーストみたいに名前を受かった子たちが呼ばれていきます。で、以上です、他の方たちは退出してください、さようなら、そのままさようならみたいなのが多いと思うんですよ。わざわざスカイハイさんはその選ばれなかった子たちの楽屋まで出向いて、こう気持ちを伝えに行くっていうのはちょっとびっくりしましたね。で、その後にダイスの大輝さんもコメント言いに来てて、自分が一番だっていう気持ちを常に忘れないでって。いや、本当これ難しいんですよね。もう私には特に難しい。自分にずっと常に自信を持っておくっていうのは本当なかなか日常生活でも難しいことなんで、いや、私にも強く響いた言葉でしたね。こっから合宿が始まっていくと思うんですけど、まあ音楽ファーストの
15人なんで頑張っていけるだろうと、なんか全然心配はないですね。まあ何目線なんだという話ですけど、私もこの15人が音楽ファーストだったとこが違うとこって聞いた時に、自分が音楽ファーストでやれてたのかなとちょっと改めて考えさせられたんですけど、アイドルやってた時に本当初めの頃、もともとダンスと歌にはなんか自信があったんですよ。けどいざ入ってみたら歌につまずいて、まず歌がちょっと歌い方がアイドルになると違うってことに気づいたんですよ。今までミックスボイスって言われるような歌い方で、まあほぼ裏声で歌ってたんですけど、それが通用しないってことに気づいて、もう一から歌い方を直す。で、そこでまず歌が嫌いになったんですよ。歌が嫌いになったら、次はなんかダンスもあんまり自信がなくなってきて、全てに自信をなくしかけてたんですけど、そんな時に、まあ、白石さんに出会って、一からボイトレをメンバー一人一人にしてくれたんですね。で、そこで歌い方、自分の歌い方に気づかせてもらってなんかもうすぐなく気づかせてもらって、歌が好きになって、本当にやってよかったなと、アイドル人生を歩めてよかったなって今思ってますもう本当にずっと泣く、どうしよう、まだ7の2までしか見てないのに、思い出話するとすぐ泣いちゃうんで、多分これからも号泣の嵐だと思うんですけど、見守ってください。すごいザ・ファーストを見るのがいつも楽しみなので、いいペースで見れてるなと思っております。ドームまでにはなんとか間に合いそうで安心しております。はい、これからも楽しみたいと思いますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、それでは今日は7の2を見ていきました。ありがとうございました。Z ちゃんでした。